さあ始まりました、少量チャンネルの翔太と亮です。よろしくお願いしま す。はい、というわけで今回はですね、12歳年の差ゲイカップルのモーニングルーティンをお届けしようと思います。久しぶりのモーニングルーティンだよね。そうだよ ね。はい、久しぶりにやりたいと思います。はい。でまずですね、僕朝起きたらシャワーを浴びにまず行きます。あら、セクシーショット。あらあら、いいんですかこんなの見せて。いやー、大丈夫かな大丈夫かな、本当に。はい、まあ一瞬だったんで ね。確かに。はい、はい、でなんで今回こういう風な実況をお届けしてるかというと、なんでですか。おしゃれな Vlog を撮ってみようと思ったのですが、うん、おしゃれにならなかった。あらでもせめて声はいい風に撮りたい。ああなるほど。はい、というわけで、はい、こんな感じでお送りしたいと思います。お送りしたいと思います。はい、はい、というわけでそんな言ってる間に朝ごはんの準備、うん、ね、朝の7時半なのに何ですかこのお肉は。こちらは焼肉ですね。焼肉、はい、朝から、うん、そうですね、焼肉をしようと、はい、はい、食べたいなと思って決め顔がすごいですね。そうですね、はい、はい、で焼き始めましたね、はい、すごい嬉しそうに焼いてる隣でね、まだ寝てたりしてますよね。そうなんですよ、僕はまだこの時、うん、寝てたんですけど、はあ、実際焼肉の音とかは聞こえなかったんですか。多分ね、あの頭の中で夢の中でジュージュー言ってるのは聞こえてて、でももうこの時はまだ睡魔に勝ててなかったですね。あ、なるほど、負けてましたね、はい、そんな中僕はじっくり黙々と。そうですね、はい、でまずまあ亮さんの方にお肉を置いて、うん、その後に僕の方に置きましたね優しい、はい、でまだまだ焼肉どんどん焼いていこうと思います。あ、もういただきますがスタートしましたね。ね、はい、僕を起こさずにまず食べると。そうですね、まあまず、まあ、味見というものをね、うん、してね。あ、もう呼んでますね、うん、両手の熱やけどした、やけどした。はい、起きて起きて起きて、ようやく起こしましたね起こし方が可愛い、はい、あ、はい、メガネいつも通り、メガネメガネ、はい、もう動画も撮ってるよっていう風に言ってますねそりゃもう苦笑いですよね朝起きて隣で焼肉してたらもう笑うしかないっていうね。笑ってる今からこれを食うのかっていう、うん、そうですね、そうですよねそうですね、頑張っていただいて、はい、はい、価格も変わって、はい、はい、以前、うん、寝起きドッキリで、はいはいはい、パフェを作っていただいたじゃないですか。あ、やりましたね、はい、まあ、その時に、まあ、仕返しで僕も朝焼肉を焼いてみようかなっていう風なお話もしたと思うんですけども、はいはい、まさかの、はい、それが今回であります実行に移すとは、はい、そうですね、はい、まあ、でも僕は結構サクサクと食べれたんですけども、うん、りょうさんはどうでしたか。いや、もうこの顔見たらわかると思うんですけど、はい、と無理やり食べてますよね。あ、なるほどね、はい、でもやっぱり美味しいですよね。いや、今見るとね、ものすごくお肉が美味しそうで、うん、まあ、このね、配信がされてるのが大体21時くらいだと思うんですけれども、うん、はい、まあ、お腹が空いてる方もね、そうですね、いらっしゃいますよね、はい、飯テロってやつですかね。飯テロですね、はい、はい、そうですね。こういう時って大体焼肉をバッてなんか手にこれ焼肉どうですかっていう風に映したりするんですけど、うん、一切もう肉に食べることに集中しすぎてて、はい、もうカメラを全然意識してない、一切ないんですよねはい、であれですかね、うん、しばらくこれ続くのかな。そうですね、焼肉を食べてるだけ の、まあ、はい、ここねちょっと実はお知らせがあって。あ、なるほど、はい、実はそうですね、焼肉を食べて終わりになります今回の動画は、はい、そのお知らせいらないですね。いや、まあ一応ね、この後なんかどっかお出かけするのかな、あ、なるほど、そういうのも映してくれるのかなと思いきや、焼肉で締めるっていう、はい、でもそれはまあ他の動画でね、あの外行ったりとか、ね、うん、お酒飲んだりとかっていうしてる動画も多々あるので、はい、そっちを見ていただければと。確かに、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で今回はまあ焼肉をね、はい、好きな人のための動画っていうことで。なるほど、はい、焼肉、まあ、そもそもなんで朝から焼肉を食べさせようと思ったんですか。そうでした、うん、はい、
まあ、なぜかというと、はい、そうですね、勢力をつけさせるためですかね。勢力を、はい、勢力をつけさせて何かしたいことでもあったんですか。そうですね、まあ、勢力っていろんな意味があると思うんですよね。まあ、あの仕事を頑張ったりとか、はい、あとはまあ、まあ、そういうことですよね。あ、それ以上はね、はい、ちょっと見ている方のご想像にお任せするということで、はい、まあでもそうですね、大体僕らのチャンネル見てる方って多分20代以上の方が多いと思うので、あ、まあそうですね、まあ多分、はい、まあまあ分かりますよねって言ったらあれだけどまあそういうことですよね、きっと、はい、っていう感じですかね。はい、あの結果、うん、あ、そこもね、まあ、ご想像にお任せ、そうですね、はい、するということで、はい、あとはもうひたすら、そうですね、焼肉を焼きます。はい、はい、まあ、この時食べてたのが豚トロと牛ホルモンと、うん、はい、あと牛のサイコロステーキみたいなやつだったんですけど、はいはいはい、とっても美味しかったですね。はいはいはい、あ、何ですかこの動き。あ、なんだろうな今あのたまに発作が起きるんでそうですね、はい、ちょっとまあ僕らの家ではよくある光景ですよね。あ、よくあるね、はい、ありますね。そうですね、はい、朝から焼肉をしたんですけど、はい、普段撮影の時は窓を閉めて、うん、でできるだけ換気扇もね音が入っちゃうから、うん、もうしないでもう煙ムンムンで焼肉をしたんですね。いやもうすごかったよね、うん、もう焼肉の匂いが部屋中に充満してるし、うん、そうですね、本当に煙もすごいし、そうですね、はい、で油もめちゃくちゃ跳ねるから、そうなんですよ、結構大変だ。朝からね、焼肉するのは結構大変だっていうのが分かりましたね。うんうん、そうですね。うん、でも、こうやって後から声を入れるってことは、うん、この時閉めてなくてもよかった説。まあ、そうですね。はい。多分まあ、そういう見方もありますよね。まあでも、そうですね。はい。まあでも、まあこういう空間もね、うん、なかなか体験できないっていうのは。やっぱり人生で、ね、うん、そういう時間も必要かなって思うんですよね。うんうんうん、はい、まあしばらくね焼肉の匂いが残って、はい、そうですね、うん、はい、でもまあずっと美味しい空間っていうのはやっぱりやっぱ人間ってやっぱ食が大事ですから、確かにね、はい、やっぱりそういう匂いだけでも残るのはやっぱ、うん、まあ必要不可欠かなとは思うんですよねとなるほど、もうその匂いだけで、はい、白ご飯がいけるぞみたいな。まあそうですね、僕ぐらいになればそういうのもまあできますよね。あ、はい、何杯くらい食べますか。まあそうですね、まあまあす、まあ、まあ半分ぐらいかな半分はまあいけるかなと。半分はいい、はい、あとはおかず、まあ、おかずをくださいと。そうですね、やっぱでもそうですね、白米はもう味がね、うん、ないので、うん、はい、そうですね、匂いだけ、まあまあでもどうですかね、やっぱでもいけるかな、いけるかな、はい、まあそうですね、僕ぐらいになればいけるかな、もしかしたら、はい、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございました。というわけでここまで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。